いや、ほんとね、あの時代の売れっ子はすごいよね。うわ、マジか。俺、思ってたよりすごいわ。これ、個人かよ。いや、こあ、すごいな、すごいな。昔のさ、時代の人ってさ、うん、時代も良かったとか言うけど、うん、仕事してるよね。すごいよ。うわすげえなー。個人だぜ、個人の家だぜ、うん、いやね、もうね、すごいしか出ないよ。なんだこれ、これは。いやー、なんかさ、当たり前なんだけど、こう作品を作ってさ、テレビ買ったりさ、買ったりするわけじゃん。そういうことの積み重ねがさ、こうなんか実感としてわかるからさ、それでこれを作品を作ってこれを建てたのかと思うと、もう圧倒される、うん、なんか圧倒される、すごい。すっごく大きい建物だけど、はい、途中途中こう部分部分で分けて増設してるんでしょ、はいはい、なのでこういうレンガがこの辺古いし、はい、不ぞろいですよね、はいはい、でこれはなんか焼き損ないのレンガって流れが言ってて、あのレンガのこう窯の温度に差があるので、はい、焼きすぎてるレンガだったりとかって、ね、不ぞろいになっちゃってるものは廃棄されてたそうなんですよ、うん、でそれをこういうふうに集めてきて作ってるから、すごいエコなエコな建築なんですよ。廃材を持って作ってるので。お庭ですか、ここは。ここはね、天台の庭っていう名前を流れがつけています。天国の天と台所の台と書きます。この一番端っこにステージになってるところ、ここにはまあ今こうブロンズの裂森があるんですが、うん、これまあ置いてあるものがこう売却されていくことにも過去がたくさんありました。まあその後にも必ずここに置くのは流れが決めていたのはもう裂森のみとしてあのいたので、裂森のまあ特等席みたいな感じで設置しています。財団化する前はお客様がいらして、うん、これが欲しい。あ、そうです。ここまあ言ったらショッピングスペースなんですよ。展示スペースなので、作家本人が生きてるとこ時にはここで作品を皆さんが選んで購入されていくとか、このぐらいのこれがいいっていうのでまた大きいのを作ったりとかっていうような感じです。ね、流れ正幸は父親が中川小十郎という人物で、京都の立命館大学の創設者でもある人物です。で京都の立命館大学の中に刀鍛冶の鍛錬所っていうのがあったらしいです、まあ、あのウィキペディアでも出てくるので刀鍛冶の鍛錬所としては日本でも有数の場所だったらしいんですけども、そこで流れも刀鍛冶を習っています、まあ、大学生時代なんでね、若かりし流れの経歴のうちの一つなので、まあ、ああいうね流れ鉢っていうこういう風なあの形のものとか、ちょっとこう刀の反りというか、はい、ラインに似たような彫刻っていうのもたくさんあるのはその流れの刀鍛冶の経歴によるものだと思います。作品って売却されていくことによって作家っていうのは生きることができるわけだから、それでしかこう食べていく方法がないはず、それがあのいわゆるアーティストの、まあ、運命なんだけれども、でもまあ美術館に例えば展覧会で出すってなったらここから60点とか80点とか出ていくわけですよ。でその間に鏡さん、俺の彫刻が欲しいって言ってきたやつが来た時どうするっていうの、だから俺はいっぱい作るんだって言ってました。生きるために彫刻は作り続けるもんなんだって、だから1点の作品に3年5年じゃなくって俺は同時に何度も作る、佳作の作家で売っても減らないぐらい作っておくのが自分の作家である、そういう
方法っていうか、生き方っていうか、スケールはさ足元にも及ばないけど、なんかもう考え方はすごい、なんかお話ししてみたかったね。私だから最初に大森さんとお会いした時から、それも当時からも偉大な彫刻家だったから、なんかこう話してみ、仲良くなりたかったとこあるから、作家としてのね、考え方って結構みんないろいろありますから。ありますからね、今自分のね、今はね、もう本当あれですよ、世の中があれだから、もういかにね、あのその少ないリスクでね成功しようかってやつらばっかり、この三角形がくっついてるような、あ、これあれピラミッド型ではなくって、はい、下が三角錐になってるものです。ニューヨークワールドトレードセンターのちょうど前、真ん中の庭のところにこの作品が置かれています。これの大きいやつで、横幅が10メートルなので、まあ、これをもとに原型として、これがだから本当の原型なの、本当の最初の、これをスタートに横幅10メートルの作品に仕上げてアメリカの方に運んでいる。中は空洞です。鉄でこういう鉄の構造体を組んで、その上に石の板をこう何枚も貼り付けていくっていうような、ね、まあなるほどね、塊じゃないんだ。あの東京大学の構造建築家っていう人と、まあ、一緒にこれで作って大丈夫かっていうので、あのやっているので、テロになってこうツインタワーがこう崩れてしまった後にも彫刻が残るぐらい、すごい丈夫な作品だったと思います、ね、そこでまた一つこう名声がね、ね、このランドスケープといって、こういうちょっと丸い空間だけが、あの作品になっています。どうぞ。お邪魔します。真ん中に置かれているものは彫刻ではないです。彼の作品ではありません。何か分かりますか？石じゃ、触ってみてください。石です、ね、触ってみてください。あれだ、はい、はい、言ってプロペラ。正解、プロペラだ。何のプロペラでしょうか？ゼロ戦だ。ね、海軍のゼロ戦のパイロットでもあったので、ご自身もやっぱりね、その自分が乗ってた、ご自身がパイロット、ご自身パイロット、ああそうだったんだ。太平洋戦争でゼロ戦のパイロット、ゼロ戦のパイロットだった。すげえ、すごい、その人の人すげえな、なんかいろいろと、いろいろと、でまあ、これそのものは流れが友人から贈られたものです。ご自身で後にこういう石の台をつけてここに展示しました。なのでもともとここは何にもないランドスケープのこう音が響くような面白いスペース。綺麗だね、綺麗だねっていつも言ってましたよ。自分にはこういう作品は作れないからと。